アイスストームが刺さり勝ったのはアイルハートさんのバイス、おめでとうございます。判決どうします、やりますか。じゃあ3位決定戦ですね。あ、ですよね、びっくりした。じゃあ3位決定戦ですね、ごはんぱんさんのマオリー対するは、のりたまごさんのサキ、3位決定戦の方お願いします。またも郡山の身内同士の戦いとなりました。お互いに 2.6 からキャラは変わらず、サキとマオリということでね、お互いの手の内はもう知り尽くしていると言っても過言ではないでしょう。どのような試合展開になっていくのでしょうか。さて早速見ていきましょう。一匹側座るのがごはんぱんさんの周り、対するは一匹側座るのがのりたまごさんのさき。守りは先ほどと変わらず父のアルカナ王旗を選択、対するニピー側、のりたまごさんの先は愛のパルティニアスを選択。さて見ていきましょう。ゴールライダーキックを刺して最初に先制ダメージの先、エクステンドフォースを絡めたコンボで体力を4割ほど持っていく。これため2位が刺さり、そのまま横、超姉でフィニッシュ。おいしくお手玉したが、ここでしっかり耐久の5位が待っていた父の、父回りの5位はかなり面倒くさい。これ、後ろの妹からのコンボ、ここでハマーが暴発したところに大川からのトワネ、これカウンター限定っぽいのを決める。この辺よく見てましたが、これ体力リードはマオリ、体力リードのマオリはかなり厳しいか。だからここで横押しをしているのはサキだぞ。西締めて縦姉で甘えたところを刈り取った。逆転で1ラウンド先取するのはのりたまごさんのサキ。ここで 6A で、ね、6A に対して、オルナで回り込んでからのコンボ。ここで流れを持ってきたか、ゴーマ空振りしてしまう。中段が刺さり、そのままワンコンボを決めているのはマオリ。縦穴はしっかり見えていた。ドリタモコさん見えている。ライダーキックで上からかぶせていくのはタキ。ワンコンボ決めて置き攻めにはいかない。超穴で切り返してからのコンボにはいけなかったが、ダメージには十分ブリューナクからのエブリューナク。ここでしっかりセッカからの、セッカ空対空からのコンボを決めて超穴でとりあえずフィニッシュ。距離を取りたい。これ BO 化を空振りしたが、ここで縦穴が入る。意地を見せて最終ラウンドにも詰め込む。これは分からない。ここで5位の対空が光る。これちょっとタイミングが早かったのか遅かったのか分からないが、そのままリアファイルはつながらず、ライダーキック、ライダーキック速攻からのワンコンボで体力を3割奪っているのはサキ。これお姉ちゃんガークラからのワンコンボ、これは結構おいしいぞ。昭和ネでとりあえず距離とダメージを取っていく。お互いに体力、ここでなめんじゃねえと言わんばかりの 6A 対空。裏にも判定がありました。2位対空が光る。ゲージがない状態のサキ、これはちょっとサキじゃね、周りか、周りゲージなくてもね問題ないもんね。体力リードは周り、これは分からないぞ。ここで縦穴が入る。最後は 2A からのワンコンボ、あ、いや 5A からのワンコンボ。勝ったのはごはんぱんさんの周り、おめでとうございます。3位ですね。3位がごはんぱんさんの周り、4位がのりたまごさんの先になります。おめでとうございます。はい、お待たせいたしました。決勝戦ですね、越尾さんのより子を対するは愛のハートさんのバイス。ゲームオーバー。惜しかった。あ、魔のバグとかやっちゃってもいいっすよ。ミルババグとか。それはそんな格好してバッタバッタとこうバイスでぶった切ってったからですよ。バッタバッタとこう身内を、壮絶な身内戦を制してきた。はい、
壮絶な身内戦を制してきたのがあなたなんですよ。あの郡山勢の思いを一時に受け止めて、あのバッタバッタと勝利してください。やってないって5回ぐらい聞きたいんで僕は。あれからやってない、あそうきましたか。さて、一匹が座るのが氷のバイス。対するはハヌクパーラ時の、時のよりこですね。時のよりこと言ったらこの人で、とても有名な方ですね。で時のバックステに引っかかってワンコンボ決めているのは越尾さんのよりこ。いつの間にやら体力が半分以下。昇竜拳空振りして捕まったところをためにからのコンボ、しっかり拾い直すもできている。これ儀式、通常版の儀式をつける、これが無駄に長いんですよね。これアイスストームでとりあえずお茶を濁す。ただここで体力はかなりリードしているのはヨリコだが、ここでワンコンボ決めているのはバイス。一気に体力を半分奪う。バックステ中段、バックステというか、空中バックステの中段をしっかり刺して、2位からのワンコンボ、優勝に王手をかけるのは越尾さんのヨリコ。上の取り合いになっていますね。ここで妻が的確にヒットする。これ分身を出して奈落。これ通常儀式をしっかり決めきる。フロントステップに対してアイスストーム空振りしたところをここでワンコンボ、だがここで最後まで決めきることができなくてちょっともらってしまう。で弾出してとりあえず儀式をつける。奈落が当たる。フロントステップからのビートスイン、徐々にだが確実に体力差が開いていく。アイスストームを出してとりあえず儀式が怖い。フロントステップからの奈落がちょっとちょこっと当たってしまう。これ受け身狩りの空投げを差し込んだが、そのままコンボにはいけず。かなりギリギリの状態になっているかバイス。 A トッピーからのコンボ、バンジーキュースのところで軽くもバースで抜けているが、スタンプ A が下がり、体力はドット分身出していく。現在のカウントは13から12、かなり厳しい状態だが諦めてはいない。ここで、時のエクステンドフォースの展開、ものすごく速くなりますね。これね、210でございます。タイムアップで勝ったのは越尾さんのよりこ、おめでとうございます。はい、拍手。あ、輸送商品、はい、どうぞ。あ、じゃあ優勝した越尾さんに何か一言ありますか。はい、ぶっちゃけ青切符が負けてくれたのが、ね、どうかな。あ、なんか、あ、とりあえず道中で青切符が事故ってくれたから勝ったと謙遜しておりますが、実力で勝ったことは間違いございませんでしょう。まあ、今一応、越尾さん、優勝した越尾さん、準優勝の愛のハートさん、第3位の